待たせいたしました。市民球場です。福岡ソフトバンクホークス対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ホークスの先発は右の武田、対するドラゴンズの先発は左の小笠原、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の武田マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。まずは1回の表、トップバッターは岡林、岡林、はい、背番号60。第9投げた、初球を打ちました。野村ボールを掴んだ、アウト。野村そのままベースに入ってアウト。ワンアウトランナー1塁という場面で根尾、根尾背番号7。投球これから2球目、打ちました、いい当たり、抜けた、鎌本こいつ、シエラ2塁決定、3塁へ、ネオナイスバッティングです。ホークス先制のピンチを迎えます。右バッターボックスは4番石橋、背番号58。第9投げた、初球を打った、ピッチャーライナー真正面、これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。藤井背番号4。第9投げた、おっとデッドボール、これはデッドボール。ファーストベースマン武田背番号56。第9投げました、初球から打ってった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。武田ツーアウト満塁のピンチでしたが、なんとか切り抜けました。ホークスまずは無得点に抑えました。2回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは野村。第9ボール。第2球投げました、スラーブはボール。投球は3球目、投げました、ストレート空振り、投げました、危ない球。第5球投げました、縦のカーブ見送ってストライク。第6球を投げた、打ちました、打球は右中間に上がった、ヒット。野村いいバッティングを見せました。さあノー、4回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは野村、投げた、初球はストライク。第2球投げた、打った、これは強烈、いった、入った入った、ホームラン、先制ホームラン、スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち、ホークス先制1対0。チームメイトが迎えます。ホークスリードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で野村、決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、野村これで2打席連続のホームラン、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。ホークスダメ押しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で野村、今日は3安打猛打賞。第2球投げた、打った、三塁ランナーはホームへ、セーフ、三塁ランナーホームイン、ホークス1点入りました、5対1。ドラゴンズ何としても得点を挙げたい9回です。今日元気のない三俣、打ちました、サファテ取った、アウト、ゲームセット、ホークス見事勝利を収めました。ご覧のように福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の勝ち投手武田、負け投手、さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対2。